ではここで実際にガムシロップ10個入り小池スペシャルコーヒーを作ってもらいましょう。いやもう2個でも多い気がするわ、ね、そうだね。確かあんまり混ぜずにそこに溜めて飲みます。その後もガムシロップを入れ続ける小池。めっちゃ入れてんじゃん。やば。でもなんか苦そうなので。まだ、はい、ちょっといきます。溢れそうです。苦そうなら本当頼まなきゃいいのよ。溢れちゃう、ね、溢れちゃう。ガムシロップで、いやうわもうなんかやばい。下ドゥロドロになってんじゃん。ガムコーヒー。え、これ飲むの？いける？やばいよそれ下の方。おお、気をつけて。もう薄いもん。うん。マジで？そんなわけないじゃん。ちょうどです。お眠になっちゃうよ。飲みたい人いますか？ね、せっかくなんで。うん。それでは小池と同じ甘さにした特製コーヒーをどうぞ。乾杯。じゃあ乾杯。結構混ぜない方がいい。あんま。トントンでいくの。あんま。コーヒーどこ？やっば。あんま。コーヒー。コーヒーゼリーのさ。美味しいよね。美味しいよね。てんちゃん。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。コーヒー牛乳みたい。いやコーヒー牛乳違うよ。牛乳入ってない。全然違うよ。